皆さんは西野ジャガーズという名はご存知でしょうか。2017年から2020年まで現役として出走、生涯で21戦中ほとんど出遅れという、とにかく出遅れまくった伝説の名馬。出遅れるたびに観客から一斉にため息が聞こえるという形が定番化。特にキャリア晩年はもはややる気をなくしたかのようにレースを放棄した西野ジャガーズ。ただごくごく前に鬼足を見せ、ダートでは珍しい上がり 33.9 の末足を持っていたミスター出遅れ。その極端な一面からファンからとても愛された西野ジャガーズ。彼は現在は JRA の競馬学校で練習馬として活躍中。自身の失敗談を実習生に伝えているのかもしれませんね。